小さい頃、星の鼓動を聞いたことがあって、キラキラでドキドキして、そういうものをまた見つけたくてずっと探してて、アリサと出会って、リミリンと頑張って、オタエと一緒に弾いて、サーヤが来てくれてポッピンパーティーになった。出会うみんながキラキラしてて、気づいたらあの時よりずっと大きくなってる。星の鼓動はみんなだった。今まで出会ったみんなも、これから出会うみんなも、一緒にいっぱいいっぱいキラキラドキドキしたい。劇場版バンドリポッピンドリーム、あの武道館ライブから3週間、次のステージはなんと海外。ポピパ出ます。劇場版バンドリポッピンドリーム、2022年1月1日、劇場で待ってるね。